ドミさんこんばんは、シュータです。今回はタルコフ小話一つしていこうと思うんですけど、今回の銃はこちらです。 RFB ですね、ケルテック社の RFB、まあ、この銃を使って話をしていくんですけど、今回のメインとなる話は別にスペックだとか遊びカスタマイズだとかっていう話じゃなくて、序盤のプレイヤーしか使わずに上級者がこの銃を毛嫌いしてる理由って何なのっていうところについて話していこうと思います。上級者でこの銃めっちゃ好きで使ってるんだよねって人ってごくごく稀だと思います。それがなんでなのかっていうところにね、今回、まあ、疑問、初心者の方とかね、中級者の方とか疑問を持ってるんじゃないかなと、まあ、じゃあ初心者とか中級者の人が使う分にはどうなのっていうところも含めて話していこうと思うんで、気になった方はねぜひとも最後までご覧くださいということでやっていきたいと思います。まず実銃としての、まあ、豆知識なんですけど、これブルパップタイプの銃なんですね。ブルパップってどういうのかっていうと、簡単に言うとピストルグリップの後ろにマガジンがあるというような感じの銃になってます。これ何にどういうところにメリットがあるかっていうと、まずマガジンがここにあるんで、弾がここにあるんですよ。わかります？弾ここ下から上がってくるから、ここに弾があるんですよ。ここで撃たれた弾ってここにマガジンがあるときに比べて後ろにあるじゃないですか。なのでバレルが銃の中を長く走らせることができるんです。バレルが長いと弾を加速する時間が長くなるので、強い弾、貫通力の高い弾を発射することができるようになります。で安定感も増すんで、まあ、命中精度も上がるということで、できるだけバレルを長い距離加速させたいですね。スナイパーライフルとかってあれバレル長くなってるじゃないですか。あれ遠くまでの敵撃ったり正確にぶち抜いたりするようにそうなってるんですけど、まあ、それを再現するためにできるだけ後ろに後ろにってことでマガジンがここに装着されたタイプの銃をブルパップタイプの銃というふうに言います。で、まあ、本当にざっくりとした説明なんでそういう認識でいいと思うんですけれど、メリットがデメリットが2つあって、でメリットとしてはここに頬付けするじゃないですか。普通ここにね、ほっぺたつけると思うんですけど、まあ、なので耳が悪くなりやすいです。爆発が近いので耳が悪くなりやすい。もう一つはシンプルにリロードしづらいです。これ持ってみたらわかるんですけど、右腕の後ろ脇のところにマガジンを持っていくことになるんで、ちょっとリロード慣れるまでしづらいと言われています。では実際にゲームとしての性能はどういうところがいいかっていうと、これスキアがレベル2で売ってるんですけれど、55,199 ルーブルで売ってますこの銃で。この銃の、いいところ、まず安いこと、値段が本体値段が安いこと。これ5万円ってかなり安くて、他にここに売ってる銃に比べても結構比較的強い弾を撃てる割には安めじゃないですか。まず安いこと、それからカスタムに値段がかからないこともメリットです。この銃って装備できるカスタムって3箇所しかなくて、ここにグリップつけて、ここに銃口つけて、でここにサイト乗っける、この3箇所しかカスタムできないんですね。で他はできない、もともとある程度カスタムされてるので、まあ別にお金がそんなにかからないよということで、まあ、安さがメリットと。でプラスこれこの銃コンパクトなんですよ。でマガジン抜くと横1列になるんで、1マスの長さになるんで非常にコンパクトっていうのも、まあ、かなり使う時にメリットになります。あとは重さが軽かったりだとか、あと強い弾が撃てることだったりとか、この銃 M80 とか M61 とかっていう強い弾を撃てるんですけど、これ以前に、撃てる銃ってハンターっていう銃があるんですけど、それイエーガーが撃ってる銃なんですけれど、これですね、ハンター。このハンターっていう銃が、これ以前に 7.6×51 の口径を撃てる銃なんですけど、これあくまで狩猟用なので、ハンターっていう名前で分かる通り狩猟用なので、マガジンが最大10発しかないです。10発だとちょっと PMC と戦うのに厳しいかなっていうところもあるので、やっぱり20発ぐらいは入ってる方が安心できる。まあ、こっちはちょっとね使い勝手が悪いんで、ハンターはちょっと使うと微妙かなっていう感じになっておるので、なのでスキア塗ってる RFB がこの妥協武器としてじゃなくて、しっかりとちゃんと運用することのできる 7.6×51 の口径の銃なんじゃないかなというふうに思います。で RFB のカスタムってこんな感じになってるんです。これ箱出しそのままなんですけど、まあ、簡易的にカスタムするとしたら、そんなに高くない RVG グリップをつけて、銃口を別のリングに切り替えて、ここにね、まあ、持ってる限りの一番いい、性能のものをつける。サプレッサーつけるのはねあんまり良くないと思います。なのでサプレッサーとかがなくても代用できる、まあ、こういうドラゴンとかつけとくといいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あとはここにサイトを乗っけるのが、まあ、基本的にミニマムのカスタムですね。こんな感じで活用してる人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。一応メリットとしてマガジンがね30連とかを装備することができるんで、これもね、まあ、一応悪くないポイントになってます。性能はねこんな感じです。エルゴノミクスが47で、バーティカルリコイルが130、ホライゾンリコイルが230。これがまあ簡易なカスタムをした時の性能ですかね。エルゴノミクスがめちゃくちゃ高いわけではないっていうところと、反動がめちゃくちゃ低いわけではないっていうところが、まあ、ちょっとネックなんですけれど、こんな感じのカスタムで使うのがまあ悪くないんじゃないかなっていうふうに思います。もしねお金がある人だったら、ここ3段階式に切り替えてみてもいいと思うんですけど、 BMD と。一応これが僕が今でも使うんだったらこんなカスタムになりますね。これだと114まで下がるんで反動、まあ、こんな感じで使うかなっていうのが銃になってます。でですよ、今日の本題に入るんですけど、どうして RFB って上級者毛嫌いするのって話なんですけど、この銃今カスタムしてもらったところ見ても分かると思うんですけど、レーザーサイトつかないんですよ。レーザーサイトがつかないので腰なめがめちゃくちゃ弱いです。タルコフっていうゲームはレーザーサイトがついてないと腰なめ全然弾がまっすぐ飛まないので、レーザーサイトがつかない銃は腰なめが弱くて、まあ、使い勝手が悪いです。
特にこのフルオートで撃てない銃なので、さらにその連射性能が低いで、腰ダメで敵に弾が当たらない、つまり近距離が全然勝てないということで、この銃を使う上級者プレイヤーっていうのはほとんどいなくなっています。で、無理やりこの銃にレーザーサイトつける技っていうのもあるんですけど、これですね、違法改造した RFB です。こうすることによってレーザーサイト上にね、これがこれ黄色いのがレーザーサイトなんですけど、こんな感じでつけることもできるようになってます。では実際に打ち比べて見ていこうと思うんですけど、これがレーザーサイトがついていない場合の RFB の腰ダメになってます。見てわかる通り全然当たってないです。あんだけ打って2発かな、3発当たったぐらいかなっていうような感じなんですけども、全然当たってないです。かなりレーザーサイトがついてない状態の腰ダメだと厳しいものがあるように見えます。というか実際にかなり厳しいです。でゆっくり単発で打った場合はどうなるのかっていうと、まあ、このぐらいの距離でゆっくり単発で狙っていくと、ちょっとずれてますね、集団が。こんな感じになります。さすがに近距離で乱射すれば当たるんですけど、それでも結構ばらけちゃうんで、弾がちょっと難しいところがあるんじゃないかなっていうのが、まあ腰ダメレーザーサイトなし RFB の感想です。では逆にレーザーサイトがありだとどうなるのかっていうと、結構これだとね、遠距離も腰ダメで戦うことができるようになります。狙った場所にこのレーザーの点の場所にほぼしっかりと着弾してくれるので、確実に敵をほふることができます。要はサイトを覗かなくても敵を腰ダメで倒せるようになるので、これあのドラグノフとかでも同じようなテクニック使ったりするんですけど、エルゴノミクスの低い銃、別にそんなに高くない銃はあえて腰ダメでのみ戦うことで、ちょっとエイムはしづらくなる、まあ個人差ありなんですけれども、こんな感じでバシバシと、レーザーサイトの狙った場所に当てることもできるので、結構変わってくるっていうのが、まあ、一つあります。これどういう風になってるかっていうと、ここにまず、30mm の RN っていう、マウントを装備すると、こことここ見えます、こことここにちっちゃいサイトとレーザーサイトを装備できるようになるので、これでレーザーサイトの効果が発揮できるよねっていうのが、まあ、このカスタムの、まあ、強ポイントになってます。これでエルゴが45でバイスコも装備できるので、近中遠距離対応できるよっていうタイプの銃になってるんですけど、いかんせんお値段が高いと。この銃を用意しようとするといくらかかるかっていうと、今全部開放してる僕のカスタムだと19万7000円でこの銃組むことができます。ちょっと高いですよね、19万7000円って。で、じゃあ別にこれでもいいじゃんっていう方もいるかもしれないんですけど、19万7000円払うんだったらもっといいスペックの SR25 っていう銃が購入できるんですよ。後で値段見るんですけど、この SR25 だいたい18万ぐらいで組むことができます。18万ぐらいで、こっちの RFB の方はさっき19万ぐらいかかってましたということで、じゃあこっちの RFB と SR25 性能見比べてみると、エルゴノミクスは SR25 の方が高い、反動も SR25 の方が低い、つまりこっちの方が性能が高いということで、まあ、基本的なスペックで SR25 の方が RFB を凌駕してるのに加えて、レーザーサイトもまあ簡単につけれる。でこのカスタムもめっちゃ頑張ってるカスタムじゃないんで、さらにここから反動下げれますというようなものになってます。この SR25 はちょっとお値段見てみますか。はい、お値段こちらになります。17万5000円。さっきの RFB の19万に比べたら、まあ、2枚も安いのに加えてこっちの方が性能がいい。さらにこっちも、性能さらに上げることができますから、こっちのカスタムは、お尻の方をポッツモッドから萌えに変えて、ピストルグリップも適当なそこそこいいものに変えて、グリップもちゃんとしっかり、まあ同じようなものでもいいですよね。RBG つけても全然変わりますし、まあ、これにレーザーサイト、あ、レーザーついてないね。上にレーザーつければそれでいいだけなんで、こんな感じでざっとカスタム、まあお値段そんなに変わらないようにざっとカスタムしただけでも61の82まで上げることができます。これめちゃくちゃ性能高いですよ、この銃。まあ、なので、ほとんどのプレイヤーは SR25 使えるようになったら RFB が SR25 に乗り換えるんです。なので、SR25 がほとんどのプレイヤーの中で主流になってると。ということで、中級者、まあ、上級者のプレイヤーは RFB はあんまり使わないんですね、ということでした。まあ、一応差別化ポイントとしては、 SR25 は20連マガジンまでしか装備できないんですけど、 RFB はファルのマガジンがつくので30連のマガジンを装備することができます。まあ、ここに一つね、差が出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、それだけですね。あくまでそれだけ RFB が勝ってるポイントとしては、まあ、差別化ポイントはここだけになりますね。まあ、というような感じでした。今回僕の動画どうだったでしょうか。ちょっとね、今後もタルコフのこういうなんか細かいところにフォーカスした動画作っていこうと思うので、よければチャンネル登録、高評価等々よろしくお願いします。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、いいタルコフライフをお過ごしくださいませ。お疲れ様です。バイバーイ。